で巻き方を改善して、首、肩、背中痩せしたい方は肩甲骨を剥がしましょう。ということで、こんにちは、リリーサウスの菊池です。今回は上半身痩せ、姿勢改善に効く肩甲骨剥がしリリースダイエットの方法をご紹介していきます。で、まずはじめに肩甲骨が動きにくくなる原因が肩甲筋の硬直ですね。肩甲筋、胸、脇、背中、首周りの筋肉たちが長時間の手作業、パソコン、スマホの使いすぎや家事、育児などによって背中が丸まった状態で硬くなってしまうと肩甲骨が動きにくくなってしまいます。で、肩甲骨が動きにくくなると肩甲筋周りに肉、脂肪がつきやすくなるので肩が盛り上がってきたりとか背中、脇に余計な脂肪がつく、あと鎖骨が埋もれてきてしまいます。逆にこの肩甲骨を剥がすように動かすことでこの肩甲筋全てを緩めることができるんですけど、多くの場合猫背巻き型になっていて肩甲骨が剥がれにくくなっています。なのでまずはフォームローラーを使って自重で背中を反りながら肩甲骨を寄せるように筋肉をほぐしていく。次に縮んだ筋肉、胸、脇を伸ばして、伸びた筋肉、背中周りの筋肉を縮めるようにストレッチをする。最後に前回にはなかったエクササイズで肩甲骨を剥がしていく。このリリース、ストレッチ、エクササイズの順番で姿勢を改善しながら肩甲骨を剥がしていくことで上半身の余計な脂肪が落ちて首、肩、背中、脇周りがシュッと引き締まってくれます。ということで、まずはローラー横向きに置いてローラーに首を乗せるように仰向けになります。よいしょ。この状態で首を左右にねじって首の後ろをゴロゴロとほぐしていきます。この時体の余計な力を抜いて首の重みだけで優しくゆったりとほぐしていきます。首後ろの肩甲筋、僧帽筋上部や肩甲挙筋をほぐしていきます。この辺は肩甲骨を上げるための筋肉なので肩が上がりやすい方はしっかりと緩めていきましょう。で、ピタッと止まったらローラー少し下にずらして背中を乗せる。頭の後ろで手を組んで肘先上、お尻を浮かせて上下に細かくゴロゴロと転がります。まずは背中の上の方、肩甲骨の内側ら辺をほぐしていきましょう。で、この時頭が上がりやすいので頭を下げて体の余計な力を抜いてほぐしていきます。で、肘先を上に向けることで肩甲骨が開いて肩甲骨内側の筋肉、僧帽筋中部や腰腱筋をほぐすことができます。ふう、コロ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 とほぐして、で、次に背中の丸まっている部分、肩甲骨のちょっと下の方を細かくゴロゴロとほぐしていきます。猫背ポイントですね。背中が丸まると肩が前に入って肩甲骨も開いて動きにくくなってしまうので猫背ポイントをほぐして姿勢を改善していきます。で、ほぐしたらピタッと止まって背中の丸みにローラー当てたままお尻下ろして肘を開いてふうふう脱力していきます。深呼吸の吐く息とともにローラーに背中がめり込んでいくのを感じましょう。で、この体勢がきついよっていう方の場合はちょっとだけ体の位置を下とか上にずらして楽なポジションを探す。それでもきつい場合はちょっとお尻を浮かせてもうひたすらゴロ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 と背中の丸みをほぐしていく。こうやって背中をほぐしていけばある程度緩んでくればこうやってお尻を下ろして背中を反っていっても痛くなくなってくるのでまずはほぐして楽になったらキープして緩めていきましょう。で、ゆっくりと体を起こしたら次にローラー縦向きに置いて肩甲骨をほぐします。この後頭部から肩甲骨内側がローラーに乗っかるように仰向けになります。この形でお尻を浮かせて肘を上下に大きく動かしていきましょう。この時のポイントはちゃんとお尻を浮かせることと肘をなるべく大きく動かすことですね。肘の動きに合わせて肩甲骨が動くので肘をなるべく大きく動かします。さらに肘を下へグッと下げる意識を強く持つ。そうすると肩甲骨内側下の筋肉、僧帽筋下部をギュッと縮めて緩めることができます。次、肘をグッと下げたまんま3秒キープ。1、2、3、
戻して下げて1、2、3、戻して下げて、肩肘をぐーっと下げていきます。戻して下げて、僧帽筋下部肩甲骨内側下を縮めていきましょう。戻して下げて1、2、3。次肘を前後に大きく動かします。この時は肘の動きに合わせて肩甲骨が開いたり寄ったりするのを感じましょう。でこの時も肘を後ろにグッと引く意識を強く持つ、肩甲骨を寄せる意識を強く持つとより肩甲骨が動きやすくなってくれます。お尻が下がらないように気をつけてくださいね。グッグッと下げていく。で次に肘をグッと引いたまま3秒キープ。1、2、3。戻して引いて1、2、3。戻して引いて、肘肩甲骨をぎゅーっと寄せていきます。戻して引いて、肩甲骨内側の筋肉をぎゅーっと縮めていきましょう。戻して引いて1、2、3。次胸の前で手を組んで手を開かして上ぐーっと背伸びをしながらお尻を下ろす。このまま深呼吸。上伸びることでこの脇の筋肉をじわーっと伸ばしながら、あとローラーの下の角で背中の丸みをじわーっと刺激する反る感じですね。深呼吸を繰り返しながらリラックス。次腕を横に広げてまた深呼吸。腕の重みで腕肩の前側から胸の筋肉がじわーっと伸びるのを感じます。伸びにくい場合はこの腕の角度を少し調整して伸びる角度を探していきましょう。胸を伸ばして肩を開くことで肩甲骨の位置が元に戻って肩甲骨が動きやすくなってくれます。巻き肩改善、肩背中痩せに効果的。で次にストレッチを行っていきます。ローラーをどかしたらまず四つ這いの形になります。四つ這いから肘を床について手を合わせる。ちょっとだけ肘を前の方につきましょうか。ここから顎、胸を床にぐーっと近づけていきます。このまま深呼吸。この形を作るとこの脇、肋骨の上の方がじわーっと伸びる感覚があります。ここは前鋸筋ですね。肩甲骨を前に引っ張る筋肉です。ここが縮むと肩甲骨前に入って巻き肩猫背になってしまうので、しっかりと伸ばして肩甲骨の位置を後ろに戻していきましょう。深呼吸。で次に手を床について前にちょっと伸ばします。顎か額を床につく。このまま深呼吸。背中がじわーっと反る感覚、脇腕の付け根が伸びるのを感じます。お尻は高い位置でキープする。股関節の真下に膝をつきましょう。深呼吸の吐く息とともに胸が床に近づくのを感じます。無理にぐーっと反らなくてもいいので、吐く息で余計な力が抜けて自然と反っていく感覚ですね。で次に左下で横向きになったら左肘を後ろに引く。左側頭部を右手の甲についたら上の足、右足をちょっとだけ後ろに引きます。で体をちょっとだけ前にずらす。この形を作ると左の胸、肩の前側がじわーっと伸びる感覚があります。で伸びにくい場合はこの腕の位置をちょっと調整してあげたりとか、上の足をもっと後ろに引く、あとは左腕で床をグッと押してあげるとよりしっかりと伸びてくれます。逆に伸びすぎてきついよっていう方の場合は、足を元の位置に戻したりとか、ちょっとだけ余裕を作ってあげてください。胸を伸ばして肩を開きやすくすることでより肩甲骨が動きやすくなってくれます。美しく鎖骨を出したい方とか肩甲骨を出したい方はこの体勢のストレッチがおすすめです。で反対側も同様に、次右下で横向きになったら右肘後ろに引いて右側頭部を手の甲につく。上の足を後ろに引いて体を前にずらす。
このまま深呼吸。右胸、肩の前側がじわーっと伸びるのを感じます。腕の位置を調整したり、上の足を引いたり、ちょっと右腕で床をグッと押すとよりしっかりと伸びてくれます。日常生活だとね、どうしても腕を前に出して使うので胸の筋肉が縮みがちです。なのでもうこれに関しては毎日朝晩やってあげてほしいですね。しっかりと伸ばしてあげると、それだけ肩が開いて猫背も改善して背中へ接してくれるので、ぜひ毎日朝晩これだけでもやってみてください。次、右腕を前に戻したら右足伸ばして左膝を曲げる。この形で左肘を後ろに引いていきます。ぐる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 と引いていく感じ。この時、後ろに引く時にこのゆっくりと動かしてあげること、感覚としてはこの腕の重みで肩の前側、胸が少し伸びる感覚、肩の後ろ側、肩甲骨内側が少し縮む感覚を感じましょう。こうすることで、脇回り、背中、肩甲骨周りの筋肉が動くので、肩、背中痩せ、脇痩せに効果的です。ぐる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 と大きく動かして肩を開いていきましょう。で、反対回しも同様に、左下で横向きになったら左足伸ばして右膝を曲げる。右肘を後ろに引くように大きくゆったりと動かしていきます。で、肩が上がりやすいので、引くと同時に肩を下げる意識も持ちましょう。肩関節がゴキゴキ言う方は、この肩ゴキゴキ言うポイントを抑えながら肘をこうやって動かしてあげたりとか、掴みながら動かしてあげる。こうすると肩関節も緩みやすいです。基本的には気にせず大きく回すこと。で、回すのも面倒くさい方の場合は腕を後ろに引いたままキープする。この形でも前側を伸ばして後ろ側を縮めることができます。で、こんな感じでぐるぐる回したら、ここまでが前準備、ここからがエクササイズ、筋肉を動かしていきます。フェイスタオル用意していきましょう。で、エクササイズ行う体勢は立てても座ってても大丈夫です。とにかく背筋を伸ばしやすい体勢で行っていきます。フェイスタオルをこうやって縦に折りたたんだら、両端掴んで万歳で、胸を張った状態で頭の後ろにタオルが来るように、息を吐きながらタオル、肘をグーッと下げていく。で、吸いながら戻す。これを10回行っていきます。いきます、せーの、1、肘をグーッと下げる、戻して、2、グーッと下げる、戻して、3、肩肩甲骨もグーッと下げる、戻して、4、肩が上がらないように気をつけて、戻して、5、背中を反って胸を張る、戻して、6、頭が前に出やすいので軽く引いて、戻して、7、腰が反らないようにお尻お腹もキュッと締めて、戻して、8、肩甲骨内側から下の筋肉をギューッと縮めて、戻して、9、肩を下げて開いて、戻して、10、肘をグーッと下げて、次にタオルは横に置いておいて、前習いの形を作ったら、この肘を後ろにグーッと引いて腕を外側にグーッとねじっていく。で、この時も胸を張ることで、腕をねじる時に手首も外側にグーッとねじることを意識します。これも10回行っていきましょう。いきます、せーの、引いてねじる、戻して、引いてねじる、戻して、3、引いて肩を開いてねじって肩甲骨を寄せる、戻して、4、背中を反って胸を張る、戻して、5、肩が上がらないように気をつけて、
6、腰が反らないようにお尻の中もギュッと締めて、戻して、7、頭が前に出やすいので後ろに引いて、戻して、8、肩甲骨内側と肩後ろの筋肉をギュッと縮めて、戻して、9、手首を外側へグーッとねじって、戻して、10、肩を下げて開く。はい、お疲れ様でした。ここまでやってあげると自然と肩が開いて背筋が伸びる感覚があると思います。この肩、背中周りもポカポカ暖かくなってますよね。で、体がガチガチに硬い方の場合はまずはフォームローラーとストレッチだけやってみて、ある程度筋肉が緩んできたら最後のエクササイズまで一緒にやっていきましょう。で、寝たままサクッと肩甲骨を剥がしたい方はこちらの肩甲骨剥がし動画をやって、二の腕を引き締めたい方は二の腕リリースを、顔を引き締めたい方はリフトアップ筋リリースをやってみてください。では本日はご視聴どうもありがとうございました。僕のチャンネルではこんな感じでフォームローラーを使った部分や